はい。というわけで、どうも、大吾です。今日もやっていきたいと思いますが、今日は一応収録放送で、ちょっとね、予定がありまして、させていただきますが、今回のですね、放送は前回に引き続き、マネースクリプトに関する放送をさせていただきます。マネースクリプトって何ぞやって話なんですが、まあ、これ簡単に言うと、お金に対する信念とか考え方です。はい。まあ、よくだからマインドセットなんて入りましたけど、あれのお金バージョンが、いわゆるマネースクリプトというものになるわけですね。で、このマネースクリプト、なぜ重要かというと、実はこのマネースクリプトが間違ったマネースクリプト、要するにお金に対する考え方とか信念とか思い込み、みたいなものなので、間違ったマネースクリプトとか自分の人生、特にお金を稼いだり成功したりお金を上手に使うっていう点で不利になるようなマネースクリプトを持ってる人っていうのは、勝手に頑張ってもこうお金がね、どんどんなくなっていっちゃったりとか、あとはいつになっても稼げなかったりとか、こういった問題が起きるんじゃないのということがですね、いろんな研究で指摘されているわけなんですよ。で、というわけで今回はまずですね、皆さんが成功しようとかお金を稼ごうとか、一応このマネースクリプトのシリーズの中では、Dラボでもね、全部で6回ぐらいかな、にわたって一応やる予定なんですが、このマネースクリプト超大事なんで、重要なポイントはですね、ほとんどの人が、穴が開いてるバケツに一生懸命水をこう汲んでるんですよ。これがね、ほとんどの人にとっての人生です。マネースクリプト的に見ると。つまり、マネースクリプトがそもそもうまくできてないから、皆さん一生懸命お金を貯めよう、稼ごうと思っても、バケツに穴開いちゃってるんですよ。ここに一生懸命、こうね、水を汲んでいろいろ注いだとしても、結局全部漏れてっちゃって、いつになっても水がたまらないと。同じように、マネースクリプトが間違ってると、これバケツに穴が開いてるのと同じ状態になってしまうので、必死になって一生懸命稼いで、毎日朝から晩まで働いて、満員電車に乗られながら、会社行ったりとかして、安い月給とかで働いてるのになかなか出世もしないし、働いてない人もですね、働いてる人も同じように給料になっちゃうしみたいな、会社とかでも働かない給料もらってる嫌ですとか言うじゃないですか。で、こういう人たちが、ですね、こういわゆるこう同じような、環境で一生懸命頑張って働いてるのに損をしてしまうと、なかなか成果が出ないという方は、マネースクリプトが間違ってる可能性が高いというのがいろんな研究で指摘されております。というわけで今回は、そんなマネースクリプトの中で、いつになってもお金が稼げない人が持っている、人間を惑わせて狂わせてしまう10の、マネースクリプトをですね、ご紹介しようというのが今日のテーマになっております。マネースクリプトに関するですね、研究はですね、やっぱデビッド・クロンツさんとか非常に有名で、今回もクレイトン大学、デビッド・クロンツとテッド・クロンツさんのですね、この二人の博士が、行った研究を元にしまして、紹介していきたいと思います。このですね、クロンズ博士、のですね、研究によると、実はこのマネースクリプト、お金への信念とか考え方に僕らの人生って大きく影響を受けます。例えば物を買うときも、マネースクリプトがおかしな人っていうのは、無駄なものに金を使いやすくなるわけです。一方で、マネースクリプトがしっかりしてる人っていうのは、ちゃんと将来上がるものとか、将来価値が大きくなりそうなものに対して、お金を使うようになるわけなんですよ。で、ここに大きな違いがありまして、要するに僕らのお金とか価値に対する意思決定において、マネースクリプトってめちゃくちゃ大事なんですよ。だからこれがちゃんとできてかどうかで、実は人生の選択自体が変わってくるから、就職の仕方も変わるだろうし、物を買う時の判断も変わるだろうし、投資をする時の判断も変わるし、あとは人生における選択といえばですね、やっぱりこう結婚とか、恋愛とか、そういったものもやっぱり大きな選択になってくると思うんですが、実はね、夫婦がね、別れる一番大きな理由って、お金の問題とかお金の価値観の違いなんですよ。浮気とか不倫とかで別れる人の方が多そうな、感じが皆さんあると思うんですが、実はお金の方がですね、はるかに大きな問題だったりとかするんですよ。だから、こう、マネースクリプト、をですね、知ることは非常に重要なんです。じゃあこのマネースクリプトなんですが、どうやって決まるのと、その人間のお金に対する思い込みとか考え方ってどうやって決まるのというところなんですが、実はこれですね、そのほとんどが、子供時代から大人になるまでの育っていく間のこの生育時の、環境だったりだとか、親の影響、これによってですね、マネースクリプトは構成されるんですよ。だからよく僕らって、人間の性格って、半分が遺伝子で決まっていて、残り半分が、友達、ですね。ほとんどが友達、いわゆる人間関係で決まると。で、親の育て方は、もう 6% とか 8% ぐらいしかないよって話をいつもしているんですが、マネースクリプトに関しては、どういう風に大人たちにお金について教わったか、学校の教育だったりだとかもそうだし、あとは親がお金に対してどういう考え方を持っていたか、っていうことがすごく重要になってくるんです。だから実は、子供に対して、親が一番やってあげられる、教育があるとしたら、お金の教育が一番ですね、親がやってあげられることなんですよ。で、学校の勉強とか、いわゆる塾とかに行って学べるようなことっていうのは別に親が教えなくても子供は勝手に勉強するわけですね。本読めば勉強できるし。ところがお金に関しては、この価値観とか特にマネースクリプトに関しては、親の影響めちゃくちゃ子供受けるんですよ。だから、その証拠に、お金持ちの家で育った子供ってのはお金持ちになる確率がやっぱり圧倒的に高いんですよ。で、貧乏な家で育った子供ってのは貧乏になる確率が高いと。で、これよく教育の違いじゃないっていう風に言う人もいるんですが、ただ、やっぱ人によっては、家はそんなに、裕福じゃなかったんだけれども、すごい成功したお金持ちに一時代になってる人とかもいるわけですよ。僕も別にそんなお金持ちになったとは思ってませんが、僕も別に実家はそんなに裕福ではなかったですよ。父親の収入だってそんなね、2000万とかね、1000万とか2000万とかあるような人ではなかったんで、まあ、だからそういうよくね、4人兄弟育ててくれたなって、本当に、父親とですね、母親にはですね、頭が下がるばかりですが、まあ、そういう人間でもやっぱり成功する人はするわけですよ。これ何が違うのっていうと、マネースクリプトなんですよ。親が正しいマネースクリプトを持っている。あるいは、そんなにお金は稼いでいないんだけれども、今日ご紹介するみたいな、間違ったマネースクリプトだけ持っていなければ、子供が成功する可能性は高いわけです。だからまず重要なのは、歪んだマネースクリプト、自分にとって不利になるマネースクリプトを直しましょう。これでバケツの穴を塞ぐわけです。そして、この後、お金持ちを調べた結果分かった、お金が稼げるようになる。将来的に頑張ることによって成果につながる、マネースクリプトの考え方ともありまして、そっちをですね、これから学んでいきます。要するに最初にまず穴を塞ぐための人間を惑わせる10のマネースクリプトを学んでいただいて、そっから、一応亜種として、いくつかまたご紹介します。親から、植え付けられてしまう可能性のある、要するに言い方ですけど、マネースクリプト的な毒親、みたいなのがいまして、こういう親にされてられるとですね、お金の使い方どんどん下手になるわけですよ。そう。っていう、そういう親から受ける悪い影響の話とかも次回はしますが、今回はとりあえず一般的に10の、良くないマネースクリプトを紹介して、親とかの影響をその次で紹介して、その次は、お金持ちになるためのマネースクリプトをどうやって身につけるかというお話までしていきたいというふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしておいてください。で、今回は、人間を惑わせる10のマネースクリプトについてご紹介していきます。育った環境とか親の影響で、今お金に対する信念、マネースクリプトが、変わりますよってことを言ったんですが、この中でも、お金持ちに僕らなれるその道っていうのが、実はあるんですけれども、前はD ラボの方では過去に紹介しましたよね、ミリオネアルートっていうシリーズ、で紹介した通りですね、実はミリオネア、資産が1億円とかを超えるような、人たちにですね、なるためには、実はね、ルートが4つしかないんですよ。現状。この4つのルートをどれを目指すかと。で、ちなみに僕らが想像する、いわゆるこう、お金持ちへのルートっていうのは、例えば、タレントとかセレブリティになるとか、あとは投資で大成功するとか、もっと言うと、投資というか起業家がね、起業して大成功するみたいな前澤さんみたいな人とか、そういうイメージを持ってるんです。実はこれって一番レアなケースなんですよ。僕らが思ってるお金持ちとかミリオネアの例って、めちゃくちゃレアなケースで、みんなほとんどの人がそれを目指そうとするから、うまくいかないんですね。一方で、お金持ちの子供ってのは言い方悪いんですけど、堅実にミリオネアを目指すための方法を子供の頃から教えてもらえるんですよ。だからそっち側に行ったりとかするよって話を前にしましたよね。興味ある方はぜひ今日の番組の概要欄の方から、今 D ラボ、僕のですね、やってる動画配信サービスが今20日間無料で見ることができます。D ラボでは月599円から、入ることができて、毎月ですね、20冊以上の、本とか論文の知識を僕はまとめて皆さんに動画で紹介するというのをやってますんで、ぜひですね、概要欄の方からチェックしてみてください。今なら20日間無料ですから、はい。今日の動画もフルバージョンはD ラボで見れますが、今日初めて見るよ、入るよって方は無料で見てもらえるんで、よかったら見てみてください。はい。それを置いといてですね。っていう風にですね、結局僕らの、人生って、そういったところで大きく決まってきてしまうので、だからまずは、今日は皆さん自分の胸に手を当てていただいて、自分が今日ご紹介する、お金持ちの道を阻みやすい、典型的な10のマネースクリプトに当てはまっていないかどうかをぜひ考えながら、今日の放送を聞いてみてください。それではまず、お金持ちになれない人の考え方、その1です。はい。その1は、お金はあればあるほどいい。お金があればあるほど物事は良くなるという考え方が、ダメなマネースクリプト、その1になるんですね。お金を稼げない人の思い込みです。はい。これ意外ですよね。僕らがイメージするお金持ちって、僕も実際に本当にお金持ってる人たちと付き合うまでは、本当にお金を持ってる人たちと付き合うまでは、そう思ってました。お金持ちの人たちって。やっぱり金があればあるほど、物事はうまくいくんだろうなーって、自分の問題を全部お金があれば解決するんだろうなと思ってたんですが、はっきり言います。確かにお金で解決できる問題はあります。特に、めんどくさいことに関してはお金があれば解決できることはあります。例えば、僕なんかだったら、最近トイレ掃除とお風呂掃除やめたんですよ、僕。なんでかっていうと、割と時間がかかる割に、そんなに綺麗にならないんですよ。例えばお風呂にあるさ、シャワーヘッドとかさ、手すりとかさ、水垢がつくじゃないですか、鏡とか。あれ、素人が磨くと、かえって傷だらけになっちゃうことってありません？ああいうのプロに任せた方がいいなと思って、僕全部もう、月1ぐらいで、清掃に入ってもらってピッカピカにしてもらうんですよ。本当に。大体それぐらいのスパンで結構ピカピカになるので、はい。っていうふうにやってもらってるんですよ。こうすると、めんどくさいなって思うことがなくなるわけですよ。これはお金があればできます。ただ、人生の大きな問題だったりだとか、自分の頭で考えなくちゃいけないこととか、あとは例えば、一生一緒にいたいと思うようなですね、パートナーを見つけるとか、そのいわゆる投資判断とか、意外とお金でどうにもならない判断っていっぱいあるんですよ。だから、お金があればあるほど物事は良くなるんだって思ってしまうと、失敗してしまう可能性が高くなるんですね。もっと具体的に説明すると、お金があればあるほど、人間は幸福になっていって、そして安全とか、平和な生活とか、人生の意味が手に入るという考え方。これがですね、この一つ目の、お金に対するやばい思い込み、その1なわけなんですね。はい。実際、クロンツァークさんの研究も見てみると、これちゃんと研究でですね、このマネースクリプトを持ってる人がどうなってしまうのかってことを調べておりまして、お金があればあるほど物事は良くなるというマネースクリプトを持ってる人は、実はなんとですね、そういう人ほど収入が低くなって、総貯蓄額、つまり自分の貯金ですね、貯蓄額も低くなるという結果が出てるんですよ。これ意外だと思いません？だって金があればあるほど物事は良くなるんや、世の中金なんやって思ってる人が、なぜか収入が低くて、貯蓄も低いんですよ。でもこれありますよね。やっぱお金持ってる人って気前がいい人いるけど、中途半端な小金持ちとか、なんか成金みたいな人とか、あるいは実際お金を持ってない人ほど、金に対して意地汚い、ところがありますよね。だからよくほら、お金を稼いでる人のことをみんな、なんか、いや、あいつはなんか主戦度だわーとかなんか言ったりしますけど、とか言ってる奴らの方がよっぽど金に汚いですからね。うん。他人にさ、おごった金額全部覚えてる奴がいるじゃないですか。何の金に汚いなっていうふうに思うんですけど、だから、実際はですね、収入が低い人、貯蓄額が低い人の方が、金はあればあるほど物事が良くなるんだっていうふうに思い込んでるんですよ。で、これなんでこうなるかっていうと、このマネースクリプトを持ってしまうと、実は起こりやすい行動っていうのが出てくるんです。で、これが結構やばいんですよ。クロンツァークさんの研究によると、こういった金があればあるほど物事は良くなるというマネースクリプトを持っている人ほど、実は衝動的な買い物が多くなったりだとか、あとは衝動的買いだめって最悪ですよね。もう衝動的に急にもうトイレットペーパー一回買わないとみたいな風になっちゃうみたいな、ああいう衝動的な買いだめが起きやすくなったりとか、あとは使いすぎね。自分の収入の枠を超えるレベルで無駄にお金を使ってしまう。こういった衝動的な使いすぎが起きたりとか、あとは、職を失う可能性、いわゆるこう、クビになっちゃう可能性とか、いわゆる無職になってしまう可能性、これは増えるということが確認されてるんですね。つまり、お金があればあるほど物事は良くなるっていうふうに、思ってる人ほど、なぜか買いだめが多くなって、で、お金を使いすぎてしまって、で、仕事を失ってしまう可能性が高くなっちゃうんですよ。面白いですよね。でも冷静に考えたら、お金があればあるほど物事は良くなるっていうふうに思っちゃうとどうなるかっていうと、当然ね、無駄に買いだめをして、セールの時に無駄に買いだめして、あ、これで1個あたり100円得だからって買いだめしちゃって、結果どうなるかっていうとそんなに使わないよねっていうふうになっちゃったりとか、あとはお金の使いすぎですね。どういうことかっていうと、これは、やっぱりこう普段、金があるほどいいんだって言って自分を抑えているせいで、その、お金めっちゃ好きなんですよ、こういう人って。だから、お金持ちの象徴みたいなものが欲しいんですね。ブランド物とか。で、こういうのとかに使いすぎちゃったりとか。あとは、失職の確率が増えるのも全く同じで、給料ってなかなか上がらないわけですよ。職業も普通についてる人間って。で、お金があればあるほどいいんだと思ってると、自分がもらってる給料とか、自分がそのやってる生活にどんどん満足できなくなっていっちゃって、ここ以外のところに自分の居場所を求めちゃうんですよ。で、結果的には仕事をすごい転々とするとか失う、可能性が上がってくるわけですね。怖い話ですよね。ちなみに、このマネースクリプトなんですが、50代以上よりも20代から40代の層に多いということが分かってますね。なんとなくわかる気がしますよね。50代超えて落ち着いて、ね、幸せってなんだろうなってことが大体見えてきた人はこういう考え方持ちづらいですが、やっぱり20代から30代、40代ぐらいまでの間みたいに、俺はもっと頑張らないと、俺はもっと稼ぎたいんだっていうふうに思ってる人ほど、全て金で解決できると思うんですよ。でも実際はそうじゃないから、お金を稼ぐ過程でお金よりも大事なものを見つけて、そして結果的にその大事なものを頑張って行うことによってお金が稼げるっていうのは一番美しい道であって、それをちゃんと考えれない人ってのは失敗するわけですね。はい。だから僕もお金っていうよりかは、僕は自由に行きたいと思ってるし、あとは本を読む時間とかですね、こう猫とね、こうやってのんびりね、まったりする時間とかの方が僕は大事なので、でもそういうものを大事にしようとすると、やっぱりお金って必要だし、仕事を頑張るモチベーションにもなるので、ね、猫さん。はい。だから大事なものを見つけるってことが大事なわけだって、お金が大事なものだと思ってしまうと、本当に大事なものが見えなくなって失敗するよねっていう、そういう話ですね。はい。というわけで一つ目の、金持ちへの道をですね、阻んでしまうマネースクリプトが、金があればあるほど物事はうまくいくでした。はい。続いて二つ目のマネースクリプトをご紹介します。はい。二つ目の、皆さんがお金持ちになる道を阻んでしまうマネースクリプトは、金は悪だ。というマネースクリプトですね。はい。時々言いますよね。このね、実はもともと人間って、顕著バイアスって言って、バイアスを持ってます。顕著っていうのは嫌うっていう字に、著は儲けるっていう字です。顕著バイアスですね。これどういうものかっていうと、儲けている人とか、儲かっているビジネスとか、儲けるという行為。例えばその、儲けるためのこのアイデアを作ったりとか、ビジネスアイデアを作るとか、そういうものに対して嫌悪感を感じるっていうバイアスを持ってるんですよ。だから、儲けてない人は偉い。もう、利益目的でやってない人は偉い。一方で、儲けてる人は、きっと悪いことをしてるに違いない。儲けてる人ってのは意地汚くて、人間を大事にしないんだ、みたいな風に勝手にですね、思っちゃう。これ、顕著バイアスっていうのがあるわけですね。はい。もともとこういう性質の人間は持っちゃってるんですね。だからしょうがないんですが、でもこれを持つと非常に楽な部分もあって、儲けてない人とか、自分が、いわゆる不利な立場にいることを正当化できるんですよ。つまり自分は、儲かってる人と違って、ゼロをしていないから、自分は儲かってないんだと。儲けている人たちっていうのは、きっと悪いことをしているんだ。とか儲かってる人たちっていうのはきっとみんなが知らないようなアイデアとかリソースを独占しているから儲かってるんだみたいな考え方を持っちゃうわけですね。で、別にそれは一部事実もあると思うんですよ。やっぱり投資の方が労働よりもはるかに儲かりますし、そもそも税金が少ないですからね、投資、上場株とかだったら投資の収益って 20% しか課税されませんので、うん、普通に皆さんが、収入がね、ある程度高くなったら、労働で稼ぐよりも投資で稼いだ方がはるかに儲かっちゃうわけなんですよ。っていう面はあると思うんですけど、全部が全部そうというわけじゃないわけですよね。それに、上の人たちが、稼いでる人たちがそういうことをしていたとしても、それを言い訳にして自分が頑張らない理由にはならないじゃないですか。自分がそこに至るように頑張ればいいだけなので、はい。なんですが、多くの人はやっぱりこの顕著バイアスに駆られて、お金は悪い。お金は悪だっていうバイアスを持ってしまうんですね。で、こうなると何が起きるかっていうと、この金を悪いものとみなすスクリプトを持ってしまうとですね、結構ね、いろんな問題が起きまして、ちなみに金を悪いものとみなすですね、マネースクリプトなんですが、まあ、その他の亜種で、例えばお金持ちは強欲、で、かつですね、不幸で、そこが浅いとかね、お金持ちは他人を利用とするとか、ズルをしてるんだ、みたいな、こういうふうにこう、金持ち批判っていうのも、同時にこの金イコール悪というスクリプトに入ってきますね。実際にですね、これ、クロンズ博士の研究では、こういったお金イコール悪というマネースクリプトを持ってる人が多いのは、18歳から25歳ぐらいの、かなり若い世代に多いということが、一応傾向としては出てるんですね。金は悪の根源だみたいな、そういうですね、お金を持ってる人っていうのはね、悪いことばっかりしてるんだみたいな、金持ちをね、なくせみたいな、そういうですね、考え方を持っちゃってる人ってのが若い人にやっぱり多いそうなんですね。で、これは、まあ、僕の周りではあんまりそういう若い人っていなかったと思うんですが、なんでこれが起きるかっていうと、要するに若い人たちってお金とか権力とか、あとはいわゆる知識とか経験がないわけですよ。行動力だけはあるわけなんですよ。そうするとやっぱりどうしても自分が持っていないものっていうのを、まあ、欲しくなるわけですよ。で、ここで人間で二つに分かれるんですよ。人ってね、自分が欲しいものを必死になって求めて努力する人と、自分が本当は欲しいのに、それを全力で否定して、手に入らないですね、言い訳を作る。いやいや、実名欲しいわけじゃねえから、みたいな風にですね、言って、言い訳にしてしまう。努力をしない言い訳を作るって、この2パターンがいるんですよ。欲しいものを持ってる人を見たときに、自分も頑張らないとって思う人と、あんなもん欲しくないやいって思う人と、この2つのパターンがいるわけですね。で、この若い人の中には、実はこういった、まあ、いわゆるこう、サワーグレープってよく言いますけど、高いところになってるブドウだから、あれは酸っぱいに違いないと。取れないところにね、あるブドウを刺してね、キツネちゃんがですね、あれは高いところにあるブドウだから酸っぱいんだと。だから美味しくないよっていう風にですね、言うのと同じような感じで、手に入らないものを、こう、価値がないんだっていう風に言うことによって、批判することによって、いわゆるこう、自分の自尊心の保とうするっていう人たちがいるわけなんですけど、こういう考え方を持ってる人ってのはやっぱ稼げないわけですね。まあ当然ですよね。あとはこれね、普通に人間関係としても悪くなりまして、他人がじゃあ幸せな時とかさ、にさ、心から喜んであげるってすごく大事なことなんですよ。例えば僕でもそうですけど、じゃあ友達が自分がすごい心からもう喉から手が出るぐらい欲しいと思うワインを手に入れたって言ったら、すごいですねってどうやって手に入れたんですかみたいな。わーみたいな。いやー俺も欲しいけどなー。いやなかなか出ないんですよねっていう風に全力で喜ぶわけですよ。こうするとどうなるかっていうと、相手ももちろん喜んでくれるし、そうすると、よかったらじゃあ一緒に飲むみたいな。いいんですかみたいな。そうすると僕も一生懸命それに見合うものを探して、それを持ち寄って一緒に飲んだりとかっていう風に、人のね、幸福を喜べる人間っていうのは、そのおこぼれに預かれるし、そしてそれをベースにして、お返しないと、自分も頑張らないとって思うから成長できるんですよ。ところが、自分が本当は欲しいものを否定するとどうなるかっていうと、一生欲しいものは手に入らなくなるんです。そしておこぼれに預かることもできなくなるんですよ。そう。なので、自分が欲しいものを否定する。本当は自分が大事って分かってるものを否定するっていうのはやめた方がいいですね。だから例えば、よくね、言いますけど、YouTube とかでもね、もう僕のチャンネルはあんまいないですけど、時々僕ひろゆきさんのチャンネルとかに顔出して、ひろゆきさーんって話しかけたりするんですけど、そうするといろいろ言ってくる人いるわけですよ、チャットとかでもね、僕にね。そう、でもね、なんか俺かわいそうだなと思って。だってさ、みんなさ、めちゃくちゃお金欲しいと思ってるわけですよ。ね。自由に生きたいと思ってるわけですよ。会社とかに不安とかあるわけですよ。人間関係とかに不安があって、幸せになりたいと思ってるんですよ。でも、やっぱそう幸せな人とかを見ると、僕だけじゃなくて皆さんもそうだと思うんですけど、幸せな人をね、やっぱ目の当たりにすると、それを一生懸命否定するわけですよ。うん。いや、こいつこうだよね、とか、ああだよね、とか、うん。っていうわけなんですよね。なんでかっていうと、それは羨ましいからなんですね。でもそういう人っていうのは、このスクリプトにあるように成長しません。なぜかっていうと、自分が一番欲しいものを見せつけられて、それを否定しちゃうわけだから、一生手に入らないわけです。自分がそれを欲しいんだってことを認めるところからしか、努力の道ってのは始まらないので、だからこの金イコール悪というスクリプトは非常にですね、有害なもんなんで気をつけましょうねっていうのが二つ目のポイントです。で、これはご自分の胸に手を当て考えていただいてもいいですし、あとは自分が子供を育てようと思った時には、決してこういうスクリプトを他の大人、例えば親とか、自分の親ね、だから自分の子供からしたらおじいちゃんとかおばあちゃんとかから植え付けられないようにしなくちゃいけないし、あとは、学校の先生とかはね、結構ね、この10のスクリプトをですね、本気で信じちゃってる人いるんですよ。ハマっちゃってる人、ドハマりしてる人が。うん。だから、お金の話とかをするのは意地汚いっていうふうに教えたりとか、お金は人前で見せてはいけないとかってこと僕も教えられたことありますけど、ね、嘘つけって話ですよ。こうやって見てみると、研究見ても、あ、やっぱりだから彼らは稼げないんだね、みたいな風になるわけなんですよね。なので、子供が洗脳されないように気をつけるっていう点を考えるんだったら、さっきも言ってたように子供ってのは基本的には、生まれた瞬間にその性格の半分は決まっていて、残りは人間関係で決まります。一番影響を受けやすいのはこの、マネースクリプト、だと思うので、そういった点で言うと、親がね、正しいマネースクリプトを持つってことも、すごく重要に、なってくるわけなんですね。では続いて。皆さんをですね、お金持ちの道から遠ざけてしまう、スクリプト、その3をご紹介します。3つ目の、やばいマネースクリプトは、自分は金にふさわしくない。自分はお金を持つに値しないという考え方になります。はい。これね、実はね、お金を持ってる人にも結構多いスクリプトです。もっと言うと、七夕的にお金をもらった人が、いわゆる持ちやすいスクリプトですね。はい。だからよく、僕らだと親から遺産を相続したみたいな話を聞くと、いや、羨ましいな、うちの親もめっちゃ金持ったらな、とか思うわけですよ。かくいう僕もですね、うちの父親は別に貧しい、人では、なかったですけれども、ただ、僕はもともと言ってるんですよ。いや、俺相続いらないからって、遺産いらないからお父さんにあげてっていうふうに僕言ったりとかしてるんですけれども、そうじゃなくて、もう本当に家に莫大な遺産がありますみたいな、そういう家が相続をすると結構大変なんです。実際にですね、そういう相続をした人が、自分はお金にふさわしくないっていうスクリプトを持っちゃう可能性が高くなるんですね。具体的に言うと、莫大な遺産を相続したりとか、あとは保険金を手に入れるとか、そういうことを行ってしまって、自分がの頑張り、労働とか投資とね、みたいなリスクを取るとか、つまり自分の、実力、能力以外で、大金を手に入れてしまうと発生しやすいスクリプトなんですね。はい。あとは、人助けをする職業についてる人にもよく見られます。要するに人を助けるのが好きなのに、それですごい儲かっちゃったら、自分はなんか人を助けるために仕事をしてるのに、こんな大金をもらっちゃって、自分はこんな大金をもらうに値しない人間なのにとか思っちゃう人いるんですよ。これ結構いい人ですよね、みんなね。はい。でですね、このスクリプトを持つ人の一番の問題は何かっていうと、自尊心が低いことです。自分に自信がめちゃくちゃないんですよ。故にですね、実際の能力から予想されるよりも稼ぎが低くなりがちです。そう。要するに、そういうふうに思っちゃう人って、別に親が頑張ったものを子供に受け継がせるのが当然なんだから、相続税も払うわけだし、当然もらっていいんですよ。もらっていいし、自分がそういう親の元に生まれたこととか、自分が親がちゃんと子供のためにそれが残してくれたってことに対して感謝をするべきだから、むしろ誇らしいと思うべきなんですよ。なのに、自分はお金になんかふさわしくないんだっていうふうに思っちゃうのはなんでかっていうと、自分の評価が異常に低いんですね。で、これって実は、仕事でも恋愛でも人間関係でも大きな問題になってきまして、ただ仕事だったら自分がちゃんと頑張っているのに、ね、その給料、行動に見合わないだけの、給料を払わさせられちゃう。あえて払われちゃうんですよ。でも本当は100万円分もらってもいいぐらい頑張ってるのに、30万しか渡してもらえないとか。なんでかっていうと、自分はお金にふさわしくないっていう背景には自信がないっていうのがあるので、自信を持って自分はいい仕事をしてるってことが言えないわけなんですよ。だから稼ぎが下がっちゃったりとかするし、あとは同時に自分分への評価が低いので、例えば恋愛とかパートナー選ぶときにも、変なやつに捕まりやすいんですよ。ダメな男とかダメな女とかに捕まりやすいんです。なんでかっていうと、自分への自信が異常に低いので、ダメな人ぐらいがちょうどいいって思っちゃうんですよ。で、これで本当にすごくいい人なのに、貧乏くじを引いてる人っていっぱいいるわけですよ。いい人、どうでもいい人みたいな、騙されまくるいい人とかいますけれども、そういう人ってのは、もうこういうパターンが多い、わけなんですね。はい。で、あとは、同時に、不適当な、経済決定をしてしまうことも多いということが分かってます。まあ、要するに、自分はお金にふさわしくない。だから自分が稼いだお金っていうのは意味がないんだ。だから別に適当に使っちゃってもいいんだ。とか、自分はお金にふさわしくない。だからお金の使い方とかよくわからないから、なんかよくわからないけどこれに投資してみようとか、なんかよくわからないけど勧められたし買っておこうかなっていう風になっちゃうんですよ。つまりお金に対する意思決定にも自信がないんですね。だから、変な決定をしたりとか、騙されたりとかしやすく、なっちゃうわけなんですよ。だからよくさ、ほら、退職金を全部ぶん取られるさ、なんか高齢者とかいますけど、それ結構こういう、パターンを持ってる人が結構多いですね。お金に対する執着とかが、逆にですね、低いというか、自分への自信がない人とか、っていうことがですね、分かってるんですね。はい。では続いて、4つ目のスクリプトに、行きたいと思うんですが、こっから先はですね、D ラボの方で、皆さんに見ていただこうかなというふうに思います。はい。一応 D ラボの方では、この後ですね、4から10までの、全部で7つの、スクリプトをご紹介しますが、ちょっと後半の方が結構重要ですね。はい。今までは、なるほどね、そういうのあるよね、と思ってたと思うんですが、そのスクリプトがお金持ちになる道を阻んでんのってことがこれからわかります。だんだんね、意外な方向に入っていきます。で、これがわかるとどうなるかっていうと、自分が本気でこれでお金持ちになるんだって信じて頑張ってるのに、なんでビジネスがうまくいかないんだろうか。なんでいい副業のアイデアとかが思いつかないんだろうか。なんで会社でいつも貧乏くじを引くんだろうかって理由がわかってきます。それは、根本がおかしいんですよ。マネースクリプトが歪んでしまってるから、そのせいでお金に関する意思決定がちゃんとできないんですね。だから自分が今、例えば転職をすべきかどうかとか、将来どういう企業に就くべきかとか、あるいは独立すべきなのか、独立するとしてもフリーランスがいいのか、企業がいいのか、どっちがいいのか、みたいに悩むと思うんですが、こういった時って必ずお金に関する選択が入ってきますよね。で、マネースクリプトが歪んでる人は、お金に関する選択でミスりまくります。だからお金で一生損するような選択ばっかりするようになっちゃうんですよ。実際に人生って選択の連続で、この選べた選択肢をミスりまくった結果、ホームレスとかいるわけですよ。そう。要するに、だって僕らさ、どう間違ったってホームレスに行かないでしょ。だってさ、生活保護とかもらう方法とかだってあるし、でも、そっちにやっぱ行っちゃう人っているじゃないですか。あれなんでかっていうと、まあね、何回も致命的なミスをしないとああはならないんですよ。普通はね。うん。なので、まあそういったミスをするっていうのはどういうことかっていうと、いわゆるケアレスミスじゃないんですよ。根本的な間違いがあるんです。で、根本的な間違いっていうのは、これは信念的な間違いなので、お金に対する考え方が意思決定が歪んじゃってるんですね。まあ、そうならないためにぜひですね、皆さん、今日もですね、続きの動画ですね、D ラボの方で、やっていきますので、ぜひ概要欄の方からですね、今なら20日間無料で、D ラボを見ることができます。よかったら、続きの動画見てみてください。あと、一応今日のおすすめとしてはですね、お金に支配されない13の真実っていうクラウディア・ハモンドさんの本とか、一応ね、おすすめの本として入れてありますので、よかったらこれも、チェックしてみてください。はい、概要欄の方に一応、入っております。で、あとはね、クロンツ博士の本って、実はね、あるんですよ。今日ご紹介してるクロンツ博士の本って、英語の本とか、基本的には論文とか英語なんですけれども、日本語の本もある、というかあったんですね。はい。で、今日あえてリンク載せない理由はなんでかっていうと、Amazon でね、今ね、1万円とか2万円ぐらいします。クロンツ博士の本って。めちゃくちゃいい本だったのに、多分出版社的な問題があったんですかね。なぜか絶版になってて、僕も1冊だけ持ってるんですけど、確か僕が前見た時にね、1冊2万円ぐらいになってるんですよ。別に普通にこれぐらいのもともと1000円ぐらいの本ですよ。なんで、ちょっとそれをお勧めするのはちょっと気が引けるなというところで、なので今日はですね、一応そういう、感じで、こちらの方も、ご紹介させていただいております。はい。お金に支配されない、13の真実ですね。あとはお金でやっぱり幸せになるっていうのがすごく大事なんですが、お金って本当使い方間違えると、1万円で100万円分の幸福を買える人もいれば、100万円払ってるのに、1000円の幸福も買えないような人もいるわけですよ。で、そのようにお金の使い方を学びたいっていう方は、エリザベス・ダンさんの、幸せをお金で買うための5つの授業みたいな本がありまして、これもすごいおすすめですね。こちらも概要欄の方に入れておきますので、よかったらチェックしてみてください。あとは僕の、新刊ですね。超トーク力。はい。こちらも概要欄の方に入れておきますので、よかったらチェックしてみてください。元いじめられっ子のコミュ障の人間が喋ることを仕事にできた秘密がここに書いてありますので、つまり僕ですね。はい、よかったらこれも見てみてください。それでは、続きはですね、概要欄の方から D ラボの方でお会いしましょう。それでは、続き D ラボからどうぞ。